なんかね彼すごく筋肉ムキムキで、うん、そのなんかエリートか細いエリートっていう感じよりも何、うん、て言うのかなガテン系というか、うん、まあ彼がやってきた、ね、映画の配役なんかの影響もあるんだと思うんですけども<ー>ちょっとチンピラ系で、うん、けども根は優しくって弱い人を守るみたいな役結構あるんですよね。うん、でなんかねそういうのって。うん ヤンキー層かから受けるじゃないですやっぱり地方のそういう、うん、その商店主とか、うん、祭りのみこしかすいでる層のメンタリティーに、うん、彼はすごく近い言葉を出せるすごい数少ない政治家なんだと思うんですよね。うんうんうん 民主党の言ってることを聞いても、カタカナ多いんですよね、ボトム、底上げっていうのもボトムアップだし、あとパラダイムシフトとか、この前書いてあって、えパラダイムなんて、みんな分かんないよって思って、そうなんですよね、だから僕ももちろん、なんていうかな、冊子というか、これからどういうふうなことをやっていくのかっていう冊子、令和デモクラシーって書いてあるのかなっていう冊子をもちろん手にして、ざっと見るんですけれども。 なんていうのかな僕でさえね、うん、説明書っぽいなって思うんですよ<ー>でこれ多くの人がどこまで読むのかなって思うんですよね、うん、それに対して山本太郎の言葉っていうのは「うん、心まで削ってませんか?」「金ないって辛いですよね」<っ>「それでねあなたの精神までなんか叩きぶられてないですか?」みたいなことを言うわけですよ<ー>それってねやっぱね当事者にとってグッとくる言葉なんですよね それって、あのうん、今まで私たちが政治の言葉って考えてたものと、ちょっと違う感じがするというか、はいあの、今、結構やっぱり心がしんどい人が多いじゃないですか、はいはい、そうすると、あれ、アドラーとかね、心理学のほう行ったりとか、はいはい、あとは本当にスピリチュアルみたいなところに行ったりする人とか、ね、宗教とか、うん、なんかそっちのほうの話を聞きたいっていう人が、私の周りでもものすごい多いんですよね。はいはい だから全然それ自分の救いを政治に求めてないから誰もそこどうなんですかね、その政治とそういうこう、そうそうそう、そこら辺の、うん、その、まあ、もちろんバランスが悪いとおかしなことになるんでしょうけど、はいはい、でも、人の心をつかんで本当にみんなが幸せになるためにはどうしたらいいかとかそういうことっていわゆる政治今までの政治の側の人って。うん 考えてるんだそうですよねだから山本太郎に集まってる期待っていうのは規制の政治に対する批判でもあると思うんですよね、うんうん、つまり自民党だけじゃなくて野党の政治だって何かね、うん、もう一つのちゃんと船を出せてないんじゃないのか、うん、結局ねヘゲモニー争いというか誰が、ね、リーダーを取るのかみたいなそんな狭い永田町の争いをやってるっていう感覚が蔓延してしまっていると思うんですよね。 1970年代の日本政治って、うん、田中角栄がいたわけですよ、はい、でもう一人田中角栄さんとやっぱり同盟関係というか盟友関係だったのが大平正義さんだったんですよね、はいはい、でここはですね、うん、僕この関係ってすごい大切で重要だなとずっと昔から思ってるんですよ、うん、田中角栄ってやっぱり高学歴では全然なくて、うん、叩き上げの政治家、うん、だからこそ彼には迫力があって、うん、ある 人人間的な力力にによっってて多くの人に訴える力を持ってたわけですよね、うん、ドーンと彼が演説に立って、うん、声を発した瞬間に人々がグッとくるようなずっと苦労してきた人たちが同じ人だって思えるような、うん、そういう力を彼は持ってたわけですよねで一方で大平正義っていう人はあの一橋大学を出て官僚になって官僚としてもエリート会堂出世として政治家になった、うんまあ、超エリートコースの縁でしたなんですね。 でこの2人パートナーだったんですよ一方田中派もう一つはーチ、まあ、会っていうの,ののリーダーだったでねこの2人偉かったなと思うのはお互いがないところを埋め合って尊敬し合ってたんですよねあの大平正義のやっぱり偉いところは田中角栄は立派だと思ってたんですよあの人はトンと民衆の前に立つと、うん、あの一気に人の心をつかむような人間力があるとそれは自分にはないで逆に田中学は、うん、大平の 理性とかか能力をうら羨ましかったんですよね、うん、学歴があって多くのことを知っててすごい壮大なビジョンを立てれると、うん、でこいつはすごいと思ってただから彼らはいがみ合ったんじゃなくて手を結んだんですよね、うん、だから田中内閣の時には大平さんが外務大臣になって日中国交正常化は決断はすると、うん、細かいことはやってくれって言うんですよしたらこの人はすごい壮大な構想と緻密な能力があるので 後に環太平洋構想と言われる構想を作ってアメリカとの同盟関係をつなげながら一方で中国をこうソフトランディングというのかな緩やかに国際社会に入らせていくそのためには環太平洋という太平洋をめぐる大きな構想が必要だと考えて中国の国交回復に向かっていくんですねこれ二人相互補完関係だったんですよで何を私は今考えているのかというと、うん イケ民主党、うん、いや国民民主党の支持者と、うん、山本太郎の支持者の人って、ね、たまに喧嘩してるんですけどもインターネット上見てると、うんはい、そうじゃないと思うんですよ、うん、取れる場所が違うんですよすお互いねこれ違いをリスペクトし合って、うん、そして相互補完関係で票を取りに行くと、うん、僕は大きなものになると思うんですよね、うん、でこれが野党これからできるかどうかっていうのが、うん、とっても重要な ポイントかなと思うんですよね。うん、そうですね。今、あの山本太郎さんは、うん、その大平さんと田中さんの二人がやったことを。はい、なんとか自分が勉強することで、一人でやろうとしている感じですよね。うんうんはい、はい、はい。でも、もしその。 立憲民主党の枝野さんとかもっとこう知的な部分をなってくれればっていうことなのか。とかね僕ね山太郎って自分の反省を込めてというかなんですけどもその動画をずっと見てみたんですよ2時間のやつをこの人も偉いなと思ったのはね何でも質問してくださいとけどね答えれないことがありますと私はわからないことがあるので分かんない時は分からないっていうのでここの中にいる詳しい人が答えてくださいとかって言うんですよ。 でね、中年の男が一番苦手なことってわからないっていうことな気がするんですよ。そう思います <laughs> でねあの僕だってペラペラと何でもなんか答えようとしてしまう大変悪い癖があるのとその感じはね枝野さんや玉木さんも同じような気がするんですよね。<ー>枝野さんと玉木さんのものも全部調べて僕読んだんですけど、うん、オールマイティーなんですよ、うん、あらゆる制作にあらゆる何かを言っている人で。うん 自民党の政治家ってもっと偏っててもと偏るんですよね、強い分野とかがけどねヘ野<ー>さんとか玉木さんめちゃくちゃ頭いいから、うん、全部の政策を自分で把握してこう言えるような何かがあるんですよねけどね大切なのはねわからないっていうことかもしんないわからないことをでそれがね山本太郎は言える人ででそれって僕偉いなと思うのと同時に、うんうん 人の共感って、僕はそっちの方がぐっとくるような気がするんですよね。うん、ねあこの人の方が信用できるなっていう感覚が、なんか出るんだろうなっていう気がすするんですよね、うん、ちょっと前に、反知性主義とかね、はい、そういうことがよく言われて、本も出てましたけど、はい、あの知性というか、頭いいっていうことに対する、ちょっと恨みとかね、はい、ルサンチ地ンみたいなものとかね。はい そういうのがものすごい今社会の中で大きくなってる気がしてはい、はい、頭いいと思って、うん、こう論理を振りかざすなよっていう、うん、そういうなんか気持ちがね蔓延してるような気がするんですよねそれもありますよねだからか大阪ねやっぱり橋本徹さんがこう支持を集めたっていうこともちろんそこにポピュリズムっていうのがあると思うんですけども やっぱり、ね、なんていうのかなそこに指示をした人たちの感覚を僕はやっぱりバカにしちゃいけないなといつも思いながらけどもやっぱり僕は橋本と言ってることおかしいと思うので批判するんですけれどもやっぱりなんか実感として自分たちに届く言葉っていうのをこの人は喋ってるなっていう感覚を持ってるんだろうなと思うんですよね一方は逆にきれい事を言ってる彼の方が本音を言ってるっていう感覚を強く持たれていてそれをね何て言うのかな 山本太郎さんは新自由主義とか右派とか違うとこから本当にこの本音の肉声で苦しいとか金の問題大切なんだよっていうことを言う非常に稀有な政治家として今現れてきたんじゃないのかなと思うんですよね。でねこれはやっぱり民主主義の中で非常に重要な現象だなと思って、まあ、私はこの山本太郎現象っていうのが今回参議院選挙で。 どういうふうになるんだろうかっていうのが政治学者としてねすごく興味があるんですよ。だからあの自分が